ん、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回は、過去紹介作の中でも最強に異質な狂気のイカレ作品を紹介。これまで紹介してきた作品の中でもって言い方はとんでもなくハードルが上がるが大丈夫なのかよ。確かにこれまで数々の名作とかイカれたマイナー作品を紹介してきたからね。それを超えられんのかって話だよ。この作品の異様さは誰がどう見ても超えてくるからその辺は全く心配しなくていいよ。それならその異様さとやらを見せてもらおうじゃねえか。それじゃあ早速行くよ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは半角斎先生の67歳の新人半角斎短編集という作品。本作は小学館より出版されている全1巻の短編集だよ。もしかして半角斎先生ってのがタイトルの通り67歳の新人作家なのか。その通りだよ。何が過去最強の異質な作品なのか速攻でネタバレしちまってんじゃねえか。もうこの紹介動画見る必要ねえんじゃねえのか。本作の異様さがただ67歳の新人ってことだけだったらね。一体どういうことだぜ。やっぱりその異様な経歴だからなのか普通だったら考えられない狂気が作品にも出てるんだよ。普通のなんてことねえ作品ではないわけだな。ちょっと気になりすぎるからもう少し半角斎先生のことを教えてくれや。半角斎先生は北海道生まれ北海道育ち。小学1年生の頃から漫画家を志したんだ。ただ高校入学の頃に画力は伸び悩みストーリーも作れないということで挫折してしまったんだ。ぶっ続けってわけじゃなくて一旦は漫画から足を洗ったんだな。そして柔道整復師として開業するんだけど全然流行らず暇を持て余していたんだ。そこから45歳で再び漫画家を目指すことになるんだよ。まだそこから22年あるわけだが。50歳、60歳とその間に20回以上のコンテスト落選を経験するんだ。そしてついに67歳でビッグコミックスペリオールに掲載してデビューを果たすんだよ。バケモン地味た忍耐力とその執着心は常人じゃ考えらんねえな。そんな作者が書く漫画となるとかなり興味がそそられるじゃねえか。一体どんな作品を書いてんだよ。67歳っていうとおじいちゃんだっておかしくない年齢なわけだけど自分のおじいちゃんがこれを書いてたらと思うとゲロ吐いちゃうね。やっぱりまともな内容ではなさそうだな。今回は短編集の中の5つの作品を紹介するからそれでどういう短編集なのか判断してくれればいいよ。まあここまでで少しでも半角斎先生のことが気になっている人は他の短編も気になって短編集を買うことになると思うけどね。そこまで言うならそのイカれた短編とやらの紹介をしてくれや。それじゃあ行くよ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじや魅力を紹介するにあたってネタバレが含まれるから未読の人は注意してね。これ以上情報を入れたくない人は概要欄に本作がお得に読めるリンクがあるからそこから読んできてね。それじゃあ早速行くよ。今回紹介するのはこの短編集の最初の作品である山で暮らす男という短編。なんかわかんねえけどタイトルからして67歳の感じが漂ってきてんな。本作の主人公はタイトルの通り山で暮らす男だよ。一体何なんだよその変わり者の男は。山に住み始めて7年か8年くらいになるみたいだよ。不倫して干されて山ごもりキャラに新境地求めたとかなんかそれっぽい理由はねえのかよ。そんなボーボー読み俳優みたいな無粋な理由はないんだよね。ボーボーうるせえんだよ。あんまうだうだ言ってんなら不倫ラスト親父侍もろともぶちのめしちまうぞ。それでこいつはなんで山ごもりしてんだよ。なんでとかは別になくてただみんなと人生観が違うだけだよ。集団の中で生きるのが得意じゃないし一人気ままに生きるのが好きなだけなんだ。まあそこはただの変わり者って感じなのか。ただ完全に山だけで生活できるわけではなくて冬を越すための食料は何度かに分けて町に降りて調達するんだ。完全に切り離しているわけじゃなくてうまくバランスをとって生活しているわけだな。そして町に降りるんだけど問題が発生してしまうんだ。一体何なんだぜ。自分が指名手配されていたんだ。なんで唐突にそんなことになってんだよ。やっぱり人の集団からわざわざ離れた生活する奴は何かしらの問題起こしてるってことか。その人は問題起こす前にホームレス生活をしてただけなんだけどね。
それでこいつは何をやらかしたんだよ。何をやったかはともかく見つかった途端に発砲されるんだよね。ついには囲まれるんだけど、その人たちによるとこいつは凶悪な殺人鬼らしいよ。ライアン森本よりとち狂ってんじゃねえか。ただこの男に言わせると、それが俺の愛し方だから仕方ないとのことだよ。一体どっちがおかしなことを言ってやがんだ。とりあえずその愛し方とやらを教えてくれや。話は3ヶ月前に遡るんだけど、男は暑かったから水浴びをしようとしてたんだ。そこに男好みの子連れ女がいたんだ。子連れ狼みてえない言い方してんじゃねえよ。木陰からじろじろ見てたもんだから、親子は危機を感じて急いで帰ろうとしたんだ。まあそりゃそうなるだろうな。ただ男は先回りして親子を待ち伏せて、またしても前に現れるんだ。そしていきなり母親に真正面から欲望をぶちまけるんだ。こいつ想像以上にしっかり気持ち悪いやつじゃねえか。当然母親は身の危険を感じて娘を連れて大急ぎで逃げようとするんだ。ただ男もそれを全速力で追いかけ回すんだよね。男の全速力にかなうわずもなく、親子はすぐに追いつかれてしまうんだ。もうおしまいやないかい。興味があるのは母親の方だけだから、まずは子供を奪い取って始末するんだ。何を当たり前のように淡々と子供に手をかけてんだよ。そしてここから母親を我が物にしようと追いかけ回すんだ。そんなもんすぐ追いつかれて終わりだろうよ。でも男はすぐに追いついて襲うわけではなくて、山の奥へ逃げる母親をゆっくり追いかけるんだ。山の奥の方で体力の限界が来て眠ってしまったところも襲わずに静かに見守ったんだ。母親の体力に限界が来て倒れ込んだところに保管していた食料を与えたんだ。なんか追い込み方が不気味で気持ち悪いよ。そうこうしていると母親から緊張感が消えて自分からしようと言ってきたんだ。そして愛していると叫ばせながらことに及ぶんだよね。なんだこの気色の悪い展開は。それで子持ちの女は発情しないから、このやり方は仕方なかったことだと開き直るんだよね。そして男は過去にも同じことは何度もしているから、さっさと逮捕して病院に連れて行けと言うんだ。病気を理由に開き直りはタッピーなの千倍特許だろうがよ。しかし住民たちは即射殺処分だと言い放つんだ。即座に大量の銃弾を浴びせられてしまうんだよね。そしてそこに残されたのはこの屍だよ。え、一体どういうことなんだぜ。私たちが人間の男だと思って見ていたのは熊だったんだ。何言ってたこいつ。それを踏まえて最初から読んでみると、全然見え方が変わる叙述トリック的な作品なんだよ。67歳の新人がやるとは思えねえぶっ飛んだ内容からのテクニカルな構成じゃねえか。こんな感じのイカれた作品が6作品も収録されているから、マガゾン視聴者にはめちゃくちゃおすすめなんだよ。早速概要欄から読んでくるぜ。というわけで今回はこの辺で。それじゃあまた。